はい。えー、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。はい。えー、今日はね、3DS をね、やっていきたいと思います。最近ね、入手したゲームソフトを紹介したいと思います。まずこれ、えー、ロックマンクラシックスコレクションですね。これね、一応欲しかったゲームの一つですけどね。はい。中に、 ックマン入ってますこれは今落ちましたけど、これがね、ストリートファイター4ね。うん、出かしと悪いな。うん、スト4この間やりましたからね。はい、これロックマンクラシックスコレクションね。これ1から6までがプレイできるんですよね。7から10までがプレイできるのは 3DS では出てないみたいで、あれゲームキューブじゃないわ。ゲーム、任天堂何やったっけ、スイッチか。 っちで、すねで、ファイヤーエンブレム、えー、イフ。イフは2つ出てるんですよ。アイニ夜王国と、アイニ夜王国と、この白夜王国と、ところ、覚醒、ファイヤーエンブレム覚醒っていうのと、この3つね。3DS ってね、ファイヤーエンブレムいっぱい出てますよね。これ、エコーズですね。ファイヤーエンブレム、エコーズね。もう1人の英雄王ね。はい。 でファイアームレブ無双ですね。はいそれと、これですね、熱血硬派クニオ君スペシャル乱闘競争曲ですね。と、中にもう一つ入ってまして、はい、熱血硬派クニオ君スペシャルですね。はいこれだけまあ 3DS を割と最近購入したものなんですが、今日はロックマンやろうかなと思っています。はい